の、ちょっと言葉がね、あ、停電した。停電した。了解。停電した。停電しました。やっぱね、そうそう、この間飲んでほしいんだ。だからここ、ダバよりこのお店。さ、サンキュー。さ、雨やんだのかな、時間何時だろう。8時、過ぎです。何時だろう、もう日が暮れるちょっと前ぐらいからたまたまこのレストランにはいたんですけど、だから7時前ぐらいからこのレストランにいたんですけど、すぐ雨が降り出して雷雨になって、で停電して、でずっとここにいたんですよ。まあ、雨が降って停電で暗いですから、で、どこ行くこともできないし。で、だから、停電復旧したのは1時間ちょい、8時ちょっと過ぎぐらいに雨も弱まって、で、停電も復旧して、で、まあ、じゃあもうついでに食べちゃおうということで、チキンカレー、お店、レストランのチキンカレー、多分200ルーピーぐらいだったんです。で、ライス別料金です。だから、すぐ300ルーピーぐらいになっちゃうのかな。で、まあまあ、もうエアコンも効くし、お世話になってるし、ここで、今日も食べます。で、今日実は、ここの中央のテーブルを全部埋めるだけの、ウエスタンのグループ旅行者さんが、実はその停電中にずっといました。夕食を食べて、これから、どこさ、サトナっていうところまで、車で移動して、そこから列車に乗ってバラナシに、まあ、行くという、まあ、パッケージツアー、チェコのパッケージツアーの団体さんがいました。それから、今こっち、インドの人が座ってますけど、あそこにもですね、5人組ぐらいの男性の、ちょっと言葉がね、あ、停電した。手でした。了解。手でした。本当、雨季はね、停電よくするんですよ、こんなふうに。停電しました。停電の瞬間を撮ってましたね。それはそれでいいかな。それで、なんだっけ、5、6人組の男性の、やっぱりウエスタンのツーリストさんがいましたね。話している言葉がですね、ちょっとわからなかった。フランス語じゃなかった。ドイツ語でもなかった。もちろん英語でもなかった。ということで、可能性としては、だからスペインかイタリアなんでしょうね。僕ね、スペイン語とイタリア語の違いがちょっとわからないです。スイスかもしれないし、オランダかもしれないですけど、ちょっとわからないですけど、とにかくそんな感じで、旅行者さんが、旅行者さんっておかしいね。旅行者、ウエスタン、ヨーロッパの旅行者が続々戻ってきつつあるというところですかね。停電しちゃいました。で、カレー食べます。食べます。ここは美味しいんです。セルフで装いました。停電だから綺麗に映らないですけど、やっぱね、そうそう、この間ノンベジタリー食べた同じお店です。やっぱり首毛の部分がね、やっぱり入って、ただノンベジタリーの時は肉が確か2つとか、もちろんでしたけど、これはもうカレーなんで、さらにまだ入ってます。で、僕は毎回言うんですけど、グレービーが好きなんですね。だから、まあこうやってやるはいいけど、結局はグレービーをしっかりかけて、で、まあ食べるというのが僕の、いつもよく言うんですけど、日本でも具沢山のカレーが好きじゃなくて、もうチキンカレーだったらチキンだけでいいですっていうタイプなので、インドのカレーの方が合いますね。美味しい、ここね、美味しい。この前、ダバで、残念なダバっていうタイトルの、ちょっとまだ編集もしないからどういうタイトルなのかわからないんですけど、ちょっと残念だったところがあったんですけど、そこ、やっぱね、全然違う。やっぱね、深みがあるんで、美味しいところは美味しいんだ。だから、ここダバよりこのお店の方が美味しいです。美味しい。あのお店ほんと謎で、食べた後結構、へこんでですね、なんでこんなあんなに味がしなかったんだろうって。で、ほら、一時
いつだっけな、だから1年以上前に、コロちゃんになると、味覚異常になるなんて、巨人の坂本選手あたりが、なった時に、結構そういう話題出たじゃないですか。あの人だ。あの人だ。コントロール、あの人、阪神の球速いけどコントロール悪いピッチャーの人がなった時に味覚異常がどうだから、あれもしかして俺そうなのかなと思ったけど、でもやっぱりその後だと味覚あるので、あ、本当に味がしないチキンカレーこの間食べた時はへこんだんですけど、やっぱりここは美味しいので、だから僕はちゃんと味覚あります。でやっぱだから美味しいところは美味しいというところですかね。話が逸れちゃうというか、もうチキンカレーの一気に増えた、今までチキンカレーの動画すごいなかったのに一気に増えた。美味しい、全然美味しい。だからチキンカレーもですね、美味しいと思えないレストランにもし当たったら、美味しいところ絶対ありますから、何度もチャレンジしてください。で、美味しいところ当たったら、逆に美味しくないところ当たった時に、はぁーって、あれ美味しかったんだって思えるから、まあ2回ぐらいは食べてもいいじゃないですかね。わかんないですけど。なので、もう停電なんですけど、お隣のお客さん大きい声で電話でベラベラ喋ってるのは、いつものパターンですけども、なんで終わりにしますけども、インドの、ちょっともうね、カレーで食べ始めようとこうなっちゃうよね。レストランで、撮ってる最中に停電になったチキンカレーの動画でした。はい、というわけで、食べてる間ずっと停電で、別の宗教の挨拶をしてましたね、今。音聞こえました？まあいいや。食べ終わって、本当に食べ終わって、タバコ吸おうと思って立ち上がった瞬間に電気つきました。そういうもんだよね。というわけで、今日のカレーは食べてる間、停電。食べ終わって、停電復旧。まあちょうどいいや、帰ろうっていう、そんな感じです。